佐々木昇は、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。広島県出身。旧制修道中学校を経て、1914年5月、陸軍士官学校を卒業。同年12月、騎兵将位に任官式騎兵第五連隊付となる。1923年11月、陸軍大学校を優等で卒業。騎兵第五連隊中隊長。 陸軍省軍務局会員、ポーランドソ連駐在、軍務局会員、陸大専攻学生、陸大教官権参謀本部員、第三師団参謀、農林省馬政局資源課長などを経て、1939年8月、陸軍省省に進級。陸軍兵器本省付を経て、騎兵第四旅団長として、日中戦争に出征。第六軍参謀長、 陸軍機構本部付、南東支隊長を歴任し、第八方面軍司令部付の1944年10月、陸軍中将となり、ラバウルで終戦を迎え、1947年11月に復員した。南東支隊長時代、ニュージョージア党防衛の指揮をとり、よく連合軍の構成を持ちこたえた。アメリカ陸軍省発行、米陸軍交換戦士において、 圧倒的劣勢であった日本軍は、4師団からなる米軍に反撃し、9400名の兵士を成功率に退却させた。頑強な佐々木将軍は、彼の勇敢で有能な防御の指導に対し、祖国の感謝を受けるに値していると称えられている。ありがとうございます。